せーの、 70% の健康ラジオ。はい、この番組は 100% の健康を目指すのではなく、あえて世の中の甘い誘惑にも流されながら 70% の健康を聞くだけで身につけてしまおうという番組になっております。進行役はぐるりの中村健太と食事療法士の辻野正幸です。はい、はい、では今回のテーマを発表します、はい。テーマは酒との付き合い方。あ、いいっすね。シュン、 70% 健康ラジオの、 そう、甘い誘惑の、まさにそうです。そうそうそう、まさにその通りで、うん、甘い誘惑の中の一つの、酒をテーマにちょっとしようかなと思っていて、はい。なんでちょっとこのテーマにしたきっかけというのが、うんうん、最近、このコロナ騒ぎであんまりこう居酒屋さんとかに行けない状況になって、そうですね、そうで、そのリモート飲み会っていうのを、やってる、なんか流行ってるらしい、流行ってるっていう、まあ、意外と楽しいっていうのを聞いて、なるほど。そう、僕はやったことないんだけど、なるほど。ただそれをやると、ついついね、こうダラダラ長くずっと飲んでしまうと、いいやし、リラックスしてるしな。そう、だし閉店ないし、閉店ない、閉店ないし、あの閉店が重要やな。閉店大事なんですよ、やっぱり。それがないと切り目がないもんな。終電ないし、終電もないから、そう、タクシーとか気にしなくていいから、あ、だらだら、やっぱ結果やっぱ明け方まで飲んだりとかっていうのがあるっていうのを、そうなんですよ、聞いて、うん、あ、なるほどなと。これはこれでまたちょっと新しい、なんか酒とのこう関係になってきてるんだなと。量も飲んじゃうんかな。いや、量も多分飲んじゃいますよね。そうやな、だって安いじゃないですか、単純に。そうやな、そう、飲むこと考えたら、そうそうそう、だってビールで普通に5、600円取られてたのは、同じものが200円ぐらい飲めちゃうっていうことになっちゃう。あと店の中のあるものを選ぶんじゃなくて、自分の好きなもの買ってきとけるんだ。そう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 、そうなんですよ。なるほどね。そう、飲み会とかあっても日本酒飲みたくてもビールしかなくて、ビールとかワインしかなかったから、やっぱり控えるやん。そう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 、今日家で好きな日本酒ポンと置いておけたらめっちゃ危ない。いきなり日本酒いっちゃうじゃないですか。ああ、しかも止まらへんな、止まらなくなっちゃうから、うん、あ、これまたなんかこう今までとは違うね、うんうん、酒との付き合い方がもうすでに始まってるんだなと。なるほどね。そう、うん、でそれが割とそうやってこう長くこうダラッと飲んでしまうっていうことになっているんだなっていうことをこう気がついたわけですよ。なるほどね。そう、うん、いろんな問題が出てきたよね、これ。そうで、まあ、うん、今までも、うん、まあ、そのやっぱ酒っていうとやっぱりあんまりイメージ良くないじゃないですか。まあ飲みすぎ良くない的なね。そうそう、うん、で、子供が飲んだらあかんしね、うん、だからあんまり飲む、そう、まあ、飲みすぎは良くないし、こう飲まない日を作ろう、うん、休肝日を作ろうなんていうのをよく言われるから、はいはいはい、ね、休肝日ね。そう、うん、でふと思ったんですよ、うん、休肝日の肝は肝臓の肝ですよね。そうやね。そう、肝臓を休ませるってことじゃないですか。でやっぱり肝臓の話になってくると、うん、よく出てくるから、 70% 健康ラジオでも。そうね。そう、だからその酒と肝臓の関係から、うん、ちょっとそのまたいろいろ知らないことが分かるんじゃないのかなと。そう、 なんとなくそのお酒飲みすぎイコール肝臓がやられるっていう、そう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 、イメージができて、てかね、肝臓イコール酒っていうイメージぐらいしかないから、肝臓が何やってるのかよく分かんないけどとにかくアルコールをなんか分解してくれてるやつでしょっていう、で結構でかいんでしょっていう、そうそう、しかもう逆に言うと、うん、イメージないです。肝臓ってアルコールのためにいるんじゃないかなぐらいしか思ってないからアルコール処理班、そうそう、だから、まあ、休肝日って言って、それアルコールを飲まなければ肝臓が休まるんでしょっていう、すごい安易なところでなんか落ち着いてるんですよ。まあまあ、そういう印象世間いっぱいあるやん。そう、世間いっぱいあるから。けど実は肝臓がやられる原因っていうのは、うん、アルコールが原因のものよりも、はいはいはい、非アルコール性って言って、アルコール以外が原因でやられるものの感じの方が圧倒的に多いね。はあ、あ、非アルコール性のは圧倒的に多い。そもそもや、肝臓ってや、どうなってくるかってやられてくると、まあ、
よく言う脂肪感とかいいとかね。脂肪感ね、肝臓の味にこうついちゃうやつですよね。いわゆるフォアグラやん。フォアグラや、高級食材の。まあ一種の病気やん。うんうん、で、あるやつ肝炎とか炎症起こしてありますね。この病気やん、ね、肝硬変とか聞きますよね。そこにね、うん、脂肪肝とか脂肪あの肝炎とかからこっから今度肝硬変までいっちゃうわけよ。で、肝硬変の次に何があるかやったらもう機能しなくて肝不全、もちろん肝がんとかってなってきて、はあはあ、そうなってくると肝臓が機能しなくなったりがんになってきたところから最終的に、まあ、死に至るわけよな。そういうことですよね。まあそのね、なんか肝臓を壊すとちょっとめちゃくちゃやばいっていうのは分かるんですよ。よく聞くのはこう沈黙の臓器なんて聞いたことない。ああ、ありますね、うん、それなんかその何も言わないのにもう気づいた時にはもう大変なことになってるっていうね。だからその脂肪肝ぐらいやったら何も症状なんもないわけよ。そうか、だから今はその脂肪肝の時に早めに対処しましょうねってなってきて、最近ナッシュって言葉があって、ナッシュ聞いたことある？ナッシュ、ナイス、ナッシュ。これ先ほどアルコールが原因でその肝炎とかなって肝がんとかなる人がいっぱいあるわけやん、うん、でそういうアルコール系のその予備軍たちが100万人ぐらいおるらしい、日本の。結構いますね、結構アルコールだけでね。けども、うん、非アルコール性、うん、非アルコール性の脂肪肝炎の予備軍も含めたら1000万人おんねん。1000万人、うん、まあアルコールの10倍ぐらいは10何人に1人。あ、そうそうそう、もうデータによってはもっと2000万人おるかというデータもあるかもしれんから、はぁ、まあ、簡単でも10人に1人ぐらいはもう予備軍。それはアルコール以外のものが原因っていう感じ、肝臓やられてるでしょ。はぁ、そう考えたら肝臓のやられてる原因っていうのはアルコールももちろんあるけども、うん、それ以外の原因が圧倒的に多い。そうか、じゃあその肝臓を気にするんだったらアルコールだけ気にしてるだけじゃ、うん、ちょっと本末転倒ですよって話なんですね。そうそうそう、はぁ、もうそもそもじゃあ肝臓はどういう働きしてるんかっていうと、うん、そう、そこですよ。西洋医学的に考えたら、まず今日これ消化器官の一つやね。消化器官の一つ、なんか食べ物消化吸収してますって言ったら胃とか腸とかってイメージやん。イメージもそれしかないです。実はそことセットやね、肝臓は同じグループの一人。はぁ、でまず物質の代謝ってのをしてね。代謝、だ米食うやん、うん、で腸のところで分解されて吸収されていくんやけど、うん、その時にまあブドウ糖とかって、うん、もうバラバラの状態になって入ってくるわけやん、はい、そうせんと体が通ってこないんやから、うん、で血液中に乗って細胞に送られたりする、全身に回ると、うん、けど食べた瞬間でいっぱいあるから余るやん、うん、余ってるやつをグリコーゲンっていう形にもう一回合体させて貯蔵してんねん。はぁ、食べたやつを、そう、肝臓に。はぁ、はぁ、で、もう腹減ってずっと来てたら足りなくなるやん、うんうんうん、エネルギー足りない、脳もブドウ糖必要やん、うんうん、その時にグリコーゲンを分解してまた送るわけよ。それを食べてるのが肝臓なんだ。そう、そこで蓄積したり放出したりする、うん、その代謝もなしに、これは糖も脂肪もタンパクもアミノ酸を合成したりとか、じゃあもういわゆる食べたものの、その全てを、全ての栄養素を肝臓の中に蓄えておいて、 その体にその必要な時にこう巡らしてくれてる。巡らしたり、そう、多かったら食べといてです。要は食べ物が入ってきていきなり全身を巡るんじゃなくて、食べ物が栄養が入ってきたら腸で吸収されてまず肝臓に来る。なあ、それは食べ物めちゃくちゃ影響してるわ。そう、という役に将軍の肝っていうぐらい、うん、まずは防衛してくれてるんです。はあ。よその国から攻めてこられても、変なもん入ってきても、盗賊入ってきても、悪いやつはやっつけてしまう。そうか、そこで一回いいやつだけ食料とかいいものだけ取り入れて悪い族はやっつけるっていう。ああ、西洋でも解毒作用っていうのがあるわけよ。はははは、でその栄養素を取り貯蔵するっていう役割と並行して、そのいらないものは体に入れないようにっていうことをしてるってことですよね。はあ、だその一つがアルコールなだけであって。そうか、だ食べ物の添加物とか農薬とか、うんうん、まあ、いくらいい、例えばお米は体にいいですよって言っても、うん、お米を食べ過ぎたら、うんうん、もう貯蔵ばっかり大変やん。そうですね、だ体にいいものを取り過ぎたらここはもう大変になってきて、溜め込み過ぎたのが脂肪がいっぱい溜め込んだのがいわゆるさっきのフォアグラ、はあ、脂肪が、まあ、
あれ食べさせられるんですもんね。あれも無理に食べさせられるそうですよね。別に特に入れられたわけじゃない普通の食べ物いっぱい食べさせたらしか払ってんだもんね。ああなるわけね。はあ、ってことは、うん、その食べてるってことはひたすら肝臓を使ってるってことですね。そういうことだから消化器官やから。はあ、いや、だから酒飲んだ時だけ働いてんじゃねえ。そういうことっすね。毎日フジタブいや全然イメージ的には酒飲んだ時だけ働いてるぐらいの、うん、アルコール分解してる、アルコール分解してるだけだけど、うん、そうじゃなくて朝から、まあ、朝ごはんからおやつからそう昼ごはん夕ごはんも全部肝臓働いてるってことですね。全部働いてる。じゃあもう全然アルコールの割合低いっすね。そう考えたら、まあまあ、飲むのって大体夜に1回じゃないですか。まあまあまあ、ね、体制的にも少ないわそうっすよね。そのリモートで量がそれが多くなるからまあそうだけど、まあね、そういうことか。そうでもそのアルコールっていうものを分解してるってことは事実。まあ事実よね。でこのアルコールも分解する能力が人によって違うから、基本アルコールをまずアルコール脱水素酵素っていうのがあって、うん、それをアセトアルデヒドに分解してくれるわけよ。はでもう一段階あって、今度アルデヒド脱水素酵素っていうのがあって、これがまた酢酸2枚持っていって、うん、酢酸が水と二酸化炭素になって無毒化していくわけよちょっとややこしいけど、ややこしいけど、でもそういう過程を生んでいくんですね。分解してくれる酵素っていうのがまあ2種類よって、うん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 、でそれぞれがちゃんと元気に働いてればお酒残らんわけよ。はあ。俺もちょっと調べててびっくりしたんやけど、うん、アルコール依存症とはあるやん、うん、あんまり俺周りにいなかったから気づかんかったけど、うんうん、これってその酵素が弱い人がなんでて、ほーすぐもう俺なんかそうですけど酔っ払っちゃう人ってことですね。そう簡単に言うと、だから多分酵素のどっちかが弱いんやろ、うん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 、だからすぐ酔っ払うってことはアルコールが残り続けるからしょっぱなの方が弱いかもしれない。ああそうかも。で2つ目の方が弱いとなんかこう赤くなったり二日酔いちゃうすんでね。ああそっちも両方弱い、両方弱い両方弱いっすわ。そう両方弱いとその本来は解毒したいアルコールが体にずっとおるわけやん、うんうん、それが悪さすんで、でずっといるからそれがこう癖になっちゃって依存症なんかですねんで。確かにね、うん、だそのもう酔っ払うために飲むみたいなところになってきちゃってる人もいっぱいいますからね。だから味が好きとかっていうのを超えてそう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 、あのふわふわしたら気持ちいいからそれをまた体験したくてみたいな、こう依存症や、うんうんうん、だからこの酵素がしっかり働いてる人はある意味依存症にならんのかもしれないし、どっちかが弱いとそういう依存症になったり、いわゆるその肝臓を休めてあげなきゃいけない肝の機能があまり強くない人なんかも、うん、そうですよね。はー、なるほど。ちょっとこの肝臓の酒だけじゃない、酒がテーマだけど、うん、肝臓を考えると、まあ、酒だけではないっていうところも今、そうね、分かりつつ、うん、後半はちょっとじゃあもうちょっと、東洋医学的な観点からの正しい飲み方ってもあるから、そうですね、うん、そう、肝臓の部分と、うん、あと今回のテーマの酒のこう付き合い方、お酒の飲み方なりどういう風に飲めば一番こう、肝臓に負担なくというか、そうねそう気持ちよく飲めるのか、はい、このズーム飲み会の世の中でもっていうところをちょっと考えていきたいなと思うんで、はい、じゃあ後半もよろしくお願いします。はい、よろしく。はい。